天下天下天ゲスト。さあ、それでは今週のスペシャルゲストをご紹介しましょう。天竺ネズミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ以前接しただけ僕はい、そうですね、はい、だけ出させて。何してた川原の時。僕、うん、でも、うん、あの家でボーっとしてましたけど。そうやん。なんで来ないですか。それなんで来へんねん。すいません、ボーっとしてました。ボーっとしてたの。はい、それやったら来よ。うん、ね、あの時セシタ一人でな、はい、頑張って一人で頑張ったっていうか、まあ、印象には残ってないけど、まあ、残ってないんかい。印象にこそな残ってない。そこが一番大事やん。こそのとこが一番大事やん。そうかそうか、そこが一番大事なのか。そうですよ。え、河合と同期なの。はい、同期です。はい、そうなんですよ。じゃあ稲田だけ今日はもう肩身の狭い思いで首かいてたんや今。ラジオやから言わんかったらバレへん。首がかゆいて知らないか今日は。正直1秒もかいてないですよ。うん、カリってやっただけです。ひとかり、うん、ひとかり、ひとかりで。そんな言い方単位はそれない。一人殺すんと100人殺すん一緒や言うからな。、うん、めちゃくちゃ大きい例えで言われた。ひとかりのこと。でも河合のことは僕はもうそのいろトータルして後輩だと思って、うん、言うなよそういうこと。同等とは見ていない。はい、うん、言うなって。何が同期やねんと思いますけどね、うん、いやほんまに言うなよそういうこと。こいつと山内はずっとそれを言ってくるんですよ、うん、楽屋で言うならまだいいんですよ、うんうんうん、その電波に乗せてとか、うん、大勢のお客さんの前で言うから。それどういうとこどう総合して見てないね。まあもちろんそのお笑いはやっぱ下ですよね。お前やめろよそういうこと。実力。はい、実力で言ってんのか。はい、はいはい、元気な、はい、爽やかな。こんなはい聞いたことない。爽やかな。でもなこれははい、河合を援護するとは思わんといてな。はい、そお前を責めるとも思わんといて。はい、そのお笑いの実力って本当最低限のことで、あのそれがどうこうっていうのはあんまもっと上のステージってあるんかもしれんけど、うん、はいはい、あまりこうなんちゅうの人生左右するというほどでも実はないという寂しさがあるからな、うんうん、現にやっぱうちの同期で言ったらちょっとタムケンとか陣内なんかも実力最悪やったから、うん、なのに仕事にはあふれてるやんか。そうですね、うん、最悪、うん、まあ、お前らからしたら世話になってる先輩やろから言うけど、うん、それはもうお笑いの実力なんか本当もう白帯よ。俺と0時ぐらいやったかな多少見どころあんのは。こちらからは何とも言えない。何とも言われへんけど、うん、いや黒帯とは言わんよ自分のことやから、うん、ただまあもう5月ぐらいには見えたもんな、まあ、多少やれるって俺と0時ぐらいやなっていう、うん、なんか思ったこと全部言えよ。思ったこと全部言えよ。いやいや、ね、まあ自分で言うんやなっていうのはね、うんうん、タムケンさんに関しては多分帯もしてないですよね、うん、そんなこと言うなよお前。その戦おうともしないみたいになるやん。パイプ椅子にまだ座って見てるんじゃない。俺らの稽古そんなことないでしょ。そんなことないですよ。それはしっかり帯締めてありますよ、それは。そうですよ。なんか蝶々結びしてたけどな。結び方知らない、うん、そっちの方で、うん、団子結びとか蝶々結びとか。いやほんまにこのラジオで毎週のようにタムケンさんとジジェさんのこと言ってありますけど、聞かれたらほんま喧嘩になりますよこんな。まあいてないとこで喧嘩な。喧嘩は嫌やな。うん、喧嘩ね。そう、あの二人に喧嘩が嫌な理由はそれぞれあるね。なんでなんですか。やっぱタムケン、うん、でかい骨格が。確かに単純に、ね、骨太やし、そうそうそう、はい、骨太のやつってやっぱパンチ強い。ほんまの喧嘩するとなったんですね。陣内はちっちゃい、うん、でもあいつ気強い、うん、負けたって言わへんから、はいはいはい、長引く。ほんまに喧嘩の話してた、うん、そう。だから、まあ、喧嘩はしたくない。いや殴り合いにはならない。そう、いやもう大人やから、まあそうか、ね、もうこの先一緒ないやろうけどね、はい、人と殴り合うことも。いやないでしょ。おそらくないやろうね。う、うん、ないでやってほしいですよ、うん、それは。そんな、はい、空気感やね山内とか原は。そうですね、ちょっとなんか、はい、エバっとんの。でもまあ偉いもんで、うん、感じますよね。その2年目ぐらいからですね多分、うんうん、
ああ下に見てるなっていうのはこいつらエバっとんな、エバってるわけじゃないですよ、エバってないです、エバってないです、うん、エバって全然めっちゃ腰は低いタイプなんですよ、めっちゃ腰低いタイプなんですけど、うん、あ下には見とるなっていうのは、うん、いやただそのあえて言ってるんですけどもね、うん、言う人がね、うん、いないんですよね、可愛いとかその言う人がいない、同期とか特に、うん、言いづらいだと思うんですよ、本当のこと、うん、その軽い軽いことは言えます、本当のことを言いにくい、うん、だから本当のことを言ってあげ、いや俺なんか全部言ってあげてるよ、可愛いに、なあ、まあ元号さんはそうですね、うん、そうです、だからセキュララに、やっぱそれは先輩やからちゃいますか、ね、先輩、うん、同期としての先輩の中でも変な人じゃないですか、健康場さん、いやいや、うん、俺こそが実は正道王道、ごめん次行こう。みんながみんな確認しただけです。まあね、確かにまあ川原と山内っていうのはまあおもろいわな。そうですね。まあこのままやったらあかんなっていうのは俺には見えてるけど。ああ、それはでもあの心のままでいいんだともう思ってないですけど。うん、難しいところ。難しいところやな。はい、真面目な話したりで話したりする。うん、え、いやこんな話なかなかせんけど、まあええ機会やから、はい、うん、ここでええ機会からこういう話しようよ、終わってからじゃないですかこういう話するの、この番組何や思ってるんですか、終わってからすぐ帰りたいもん、さっきまでドエロトークしてたやないですか、天下の前だからなんか言えることもあります、うん、そうよ、素直になれるなんかあるよ、うん、天下って確かにそうです、うん、裸の付き合いみたいなね、裸の時に使うやつですからね。いや、稲田ってやっぱそういうとこ気ぃつくな、お前。あ、そうですか、心を裸にっていうことですね。そうですね。なるほどっていうか。いくら茹でても、やらこならへん豆みたいな顔してる。何時間茹でてんの。いや、終わってんと思ったらあかんで。やらこなるわ。何時間茹でてんの。どこで切れてんの、やらこなる。肩ないわみたいなやめて。表面だけ焦げて、うん、そう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 、中は全然。あ、これ、いって食べる方のやつかっていう。煮る方ちゃうのかっていう。茹でても焼いても、どっちゃでもええ。豆じゃないって言うんだけど。形とかも言わんとほら。そうやね。認めちゃわれてんねんで。ニコニコ笑ってたけど、はい、でもまあ、 あの食べ物なだけマシです、どうやって、はい、うん、口入れるもんやからね、うん、ねなかなか口入れないですよ、じゃあ告知して帰るか、いやいや妄想とかいろいろ告知もせずに帰ります、なんでなん、何しに来たんや、俺のことだけ下げすぎに来やがってお前、はい、めちゃくちゃ迷惑やん、はい、うん、じゃあ妄想聞こうか。そんな嫌々聞くんやめてくださいよ。一応そのゲストですから。ちょっとね、じゃあ接したの、はい、妄想ですか、まあ、なるほど、僕ウェイクボードをちょっと今やってまして、ちょっと今焼けてるのもそれのせいなんですけど、別にお前が焼けてるなとは別にこっちも気にはなってなかったね。ほんまですか、でもどこ行っても言われるんですけど、それでそこのねウェイクボードするとこのシャワーがありまして、そこに入ってたら、あの知らない女性の方が、その男性が使ってるシャワーとは気づかずに入ってくるわけですよ。で脱いでこのシャワーをね浴びようとした時に、僕のとこカーテンをパッとめくった時にはっ、で気づくんですね、うん、気づくんですけれども、ちょっと顔さして、あ、もう脱いでるし、お互い脱いでるし、中に入ってきて、彼女はカーテンをゆっくり閉めるわけです。え、妄想ってこんな感じじゃないですか。そんな感じ。俺はな、妄想聞かせてくれ言うてんねん。なんでお前の今の嫁はんとの出会いをこんなとこで。ちょっと待ってください、今の嫁はんとウェイクボードのとこのシャワーで出会うわけないでしょ。しかも知らん同士で。ネットストーカーで知り合ったと思いました。まあそれも、もっとひどい感じ。ちょっとひどなりますけど。ネットストーカーで知り合ったやろネットストーカー、まあ言い方悪いですけど、ネットストーカー、まあややですけどね。ややネット、僕がね、しっかり。僕がなんかね、常にちょっと、はい。コメント残したんです、僕がね。それはだからちょっと認めますけど、それ言っていただいてありがたいですね、健康さん。なんかちょっと美化するんですよ、自分のなんか、こんなんで知り合った。やったことネットストーカー。そうなんですよ。
うん、今やったらお前結構ワイドショー級の犯罪だよそれを堂々とやってて、そのね、あっちにすごい嫌な嫌悪感は持たしてないですから。でも騙したわけでしょ、いろいろとは。騙してはないですって、うん、いや、ちょっと、いろいろとは、それ、ええ格好はしたでしょ。ええ格好はしましたよ、うん、そらね、それはもちろんそうやん、男はそうですよ、うんうん、しましたよ、うん、だからそのでホイホイ乗ってきて、それに嫁さんホイホイって言う、いや俺のことはいいですよ嫁がホイホイとかは絶対言わん方がいいほんでほんでポンポン子供産んでポンポンとか言うの擬音語使うな嫁のことでホイホイとか間違えた、ポンポンとか間違えました、すいません。その子供を、はい、捨てて今ウェイクボードで、いや捨てた、知り合って、あ、まあまあ、もう浮気をしていると。してないですよあの妄想のコーナーやから話したけど、こんなことないですよ。ああそうか、当たり前ですよ。実際あった、最近実際あった話ではない、実際あった、うん、実際あった話じゃないよ、ではない。一番最近したちょっと浮気の話聞かせてあんた前提で話すのやめてくださいないから、一切ない、一切ない。結婚以降、結婚以降0、ない、0、ゼロ、0すごいですよね、0、すごいですね、0ですよ、うん、もちろん。わかります。じゃあ川原、はい、妄想たまにはちゃんとしろよお前。はい僕はあの本当、瀬下と全く被ってましたね終わり、終わりです。お前なそこやねん、お前に足りひんの説教されお前もたまには、はい、説教する前もうちょっと天下を増やしといてくださいちょっと。なんで、なんでそんな注文してくんねん。きつい説教になると思うんで天下の数で。でも その後、じゃあその、あ、じゃあ、もう一回いいですか、ちゃんとした妄想、うんうん、まあ全乱にした女の子を、うん、攻めるわけですよね、まず左乳首にですね、その、カットレモンを絞って、左乳首にかけて、そして、食らいついて、で右乳首は、乳首本来の味を楽しむためにちょっとだけ塩をかけて、乳首の味をが引き立つような感じで食らいつきます。そして、最後はもちろん、股間のとこを卵とじにします。そう、卵とじにしますこれ2回言ったの兄さんやっぱ、うん、なんですかね、成長したとこだと思うんですよ、うん、そういうとこやね念押ししたな、あそこ1回で変な感じで終わりに、さらに俺の思いを確信化させたどっかで変わらなあかんねやろな、疑いが晴れただけ変わらもどっかで変わらなあかんねやろ、どういうとこやろな、こういうとこや、いや兄さんなら分かってくれると思う、2回言ったこの、うん、これはすごい折れました、まだ言ってる、うん、2回言ったとこ、はい、お前が折れたと思ってることなんてな、もう何も折れてない、ちょっと首の向き変えただけやそれを折れたって言わない、ね、足からよ向き変えろ足からあ、そっち見てるだけや、それチラッとそうっすね、うん、バイクの運転ちゃうねんから見た方に曲がるとか言うもんちゃうぞお前、はい、足取りから変えんねん、ちょっと飲み行こうかこのままそんな熱い収録やったんですか妄想で怒られて、ありがとうございます、エロ妄想で怒られて嫌やろこれ。じゃあお知らせを天竺ネズミから、はい、ですね、うん、僕らですね8月24日日曜日に午後7時半からなんばグランド花月で単独ライブキングオブ天竺ネズミを開催します。はい、はい、うん、初めてなんばグランド花月でするので、はい、ぜひ。ああそう、はい、はい、そうなんですよ。満杯できそうなんかいのお前らは、どの程度やね、今んとこあとほんまにもう少しなんですけど、もう少し、はい、もう少しで、はい、ありがたいことで、はい、でまあ、ね、
そのまだやってないんで、そのあんまりこんな言うのもあれですけど、うん、二度としないんで、その NGK では。もう嫌や、はい、もう嫌です。なんで嫌や、いや分かれへん。だから最後なんで、リハもうるさいしな。そうなんですよ、そうなんですよ。だからもう二度としたくないです、うん、やってからいいんだ、それ。リアル前にそんなそう決めつけるのはおかしい、うん、やってからだってルミネ、そしたらやりたい、やりたいですよ、うん、うまいこといけばね、うん、それは失敗したらもうやりたい、失敗したらそれはやっぱり嫌ですけど、でやる人間そうじゃないですか、やっぱり。いやでもライブってそういうもんや、そうですね、失敗することもあるやん、ね、うん、はい、うん、いやまあそうですけど、失敗はしないですよ、うん、大丈夫ですよ、だからはい、全然ネズミは、うん、大丈夫、決めつけるのはおかしいから。ルミネもだって立ち見で大盛況で、ああ東京の方も終えてますから、うん、はい、そう NGK も大丈夫ですよ。今後その NGK とルミネから同時にオファー来たらどっちでやりたい？いやもうどっちもやらないですよ。なんて、ルミネも僕はまたやろうって思ってないですし。いや瀬下に聞いてんね。ああ僕ですね。